お疲れちゃんです。ですね、今回はですね、まあ、ゴレバルキリーのこちらのデッキでやっていくんですけど、まあ、ゴーレムにバルキリーと、えってなる方もいるかもしれないですけど、今、バルキリーが、光栄でもすごい強いキャラになってきてて、もうマジのぶっ壊れみたいな感じで自分は思ってましてですね、バルキリーって、まあ、防衛でめちゃくちゃ強いんですけど、あとは盾役としてもすごい優秀だったりするんですけど、まあこのゴーレムの後衛にでもすごい強いってことで、まあこちらやっていくんですが、まあ後衛について言いつつも、まあほぼ防衛役ですね。もうバルキリー出しておけばほぼ守れるみたいなところで、まあゴーレムにもバルキリーがすごい合ってるのかなと思いましてですね。で、ここはもう相手がジャイアント出してきたので、そちらにゴーレムを合わせます、ね、普段はこんな感じでしょっぱなからゴーレムとかをするのは良くないですね。ここは後ろからダークネクロをつけて、でこれはもうポイズンでマスケを処理ですね。でこのゴーレムは別に攻めのダメージ入らなくてもいいので、しっかり防衛してまあアドを取られないように、よいしょ、はいはい、相手はジャイミニペマスケですね、相手は。なんで、まだ残り1分まで、まあ後半まではしっかり守っていきたいですね。それまでは変にダメージ稼ごうとは思わずに、引き分けぐらいな感じで来たら十分ですね、それまた。あ、これ美味しいですね。これもメガゴーとバルキリーで多分ほぼ守れるかな。ウッドによって、ミニペが前に出てくれたら欲しいですね。今のこれトレネ使ってもいいかなとも思うんですけど、まあ、使ったところで変にアド取られてしまうので、まあ、我慢です。このバルキリーが強い。よしよしよし、今一発でもこれ十分です。で後ろからベビドラ展開して、はいはい、このマスケを処理してくれるといいですね。はいはい、みたいな感じで、もうその残り1分ですね。来るかな、来そうっすよね。来そうですよね。もうここはもうしっかり、トルネードを使って守ります。このままだと結構ダメージ受けちゃうんで。で、もうこれで守れますね。バルキリーが強い。ダクネも強い。で、今ここで後ろからゴーレムを出すと、回されて、はしまいダクネとかされて、きつくなるんで、まだここで待って、はいはいはい。で、このメガゴはもう捨てですね。で、ここのジャイの攻撃は許容して、一発か二発は受けるんですけど、トルネでここは使わずですね。はいはいはい。今相手がファイブ割いた、けど回ってくるか。いや回転が早いな、回転が早い。あれ、後ろからしっかりダクネ裂いて、でここはまだ、いや、ここは裂いたら防衛ですね。一回防衛。一回防衛して、で、ここでゴレ。はいはいはい。今相手結構コスト使ったんで、今、アドが、今出したから5アド5アドかな。はいはいはい、ここからもう後ろ組み立てます。でダクネも一番後ろでいい。でバルキリーも出して、ここもポイズン打って、あとは2周目ゴレで、このダクネに2周目ゴレを合わせたい。 OKOK、 この攻めで決めたい。あーダクネー、このマスケットちゃん邪魔なんで、釣ってあげて。で、ベビドラ追加で、もうあとは、多分これはいける気がするけど、そんないけないか。はいはいはい。けどまあ一気にダメージを追いついて、で、ここで、まあ、相手がジャイ重ねてきたところで、バルキリーメガグッドで防衛できるんで。よいしょ。はいはい。そしたらトルネが必要ですね。いや、このトレネ・バルキリーがもうクソ強い。はいはい。ってことで、これにゴール重ねて、もうこのメガゴが美味しい。で、バルキリーもいるから、これでグッドゲームですね。
8、8、8、はい、いやーもうとりあえずバルキリーが強すぎて、なんか、まあ、光栄と言いますか、まあ、防衛面での働き具合がやばいですね。なんでこの大型とかも結構大型出す瞬間が怖いんですね。大型にいたら弱点ですね、まあ、ラバとかオレイとかの、まあ、弱点をこのバルキリー1枚でもうカバーできちゃうんで、そこがやばいっす、やばいって感じで、はいはい、とりあえずまた防衛からで、でもあ、これはいい、ゴレとかって結構残り1分まで待てたら待った方がいいみたいなあるじゃないですか。でもそれは時と場合によるんですけど、これ別に待った方がいいんですけど、今の僕のさっきの手札メガゴビビドラみたいな、その初手にゴーレムがない場合とかにゴレデッキで待ってしまうと、残り1分になった瞬間に相手が後ろからゴレみたいな、でも俺はゴレがないからなんかバルキリー裂いてで、ダクネ裂いてみたいな、でもゴレがないみたいな感じで、残り1分になった時に手札にゴレがない場合にユニット裂いていって処理されて、もうなんかカウンターと言いますか、もうあれみたいな、お互いゴレデッキなのに手札にゴレがなくて負けねみたいな感じなのが今の場合だと起きてしまうかもしれないので、こういう場合は一回ユニット裂いて、残り1分になる前までにですね、ユニット裂いて手札を整えたいところですね。なんでここはもうポイズンは使わなくてもいいと、使ってまあもう美味しいですね、はい、なんでこの場合にもし延長になったら、今相手が攻めてきたんですけど、別にゴーレムが手札あってなんでそんなに怖くないところですみたいな感じで、まあ残り延長に入るとゴーレムは有利なんですけど、その時の手札とかもすごい大事にしてるんですね。なんで後半まで相手が何も出さなかったら待つのはいいんですけど、手札が手札にですねない場合とかに変に待ってしまうと逆にピンチみたいなことになりますね。相手何も出さないやん、ここでゴレとかを今出してしまうとその瞬間に逆転しまえメガゴミリペンみたいなされちゃうんで、今のは待ちです。でここでユニット溜まるんでゴーレも合わせると相手のこのメガゴが美味しくいただけます、まあ、ポイズンって多分この攻めでは決めきれないかな、なんでいやいけるか、さては、まあ、一回後ろ展開ですね、よいしょ、でメガゴも出して、これ逆サイにジャイミニペが来る、ジャイが来ます、ここ守らないといけないんで一回右捨てですね。でこのバルキリーがすごい優秀でこれでほぼ守れる、 OKOK で、これはもうここで左サイドですね、バルキリーとベビドラが余ってカウンターにつながるんで、で5を怖いんで遅れてメガゴを出して、これトルネでいいな、佐藤トルネで、ね、吸ってあげてこのマスキを処理、でも後ろからユニット追加をしてあげると多分相手はしんどいかな。でもバルキリーが刺さってますね。いやもう、バルキリー。もうバルキリー。って感じで、はいはいはいと。ということで、次。これ勝って5-8ですね。よいしょ。で、こうそうですね。さっき言ったんですけど、まあ、この手札の場合はもう残り1分まで待った方がもう完全に有利です。なんで相手が何も出してこないことはなかったですね。まあ来なかったらもう残り1分まで待って、まあ、ダクネ展開、ゴレ展開でいいかなと思いますね。でこれは別に結局ダクネから出してもゴーレも出すんで、よしよし。ゴレダクネの形を作れれば、もう強いですね。って感じで、ここの攻めででも決めきるのはまあ無理なことなんで、一回ダクネで防衛して、よいしょ、相手はジャイプリプリかな、なんかあの結構前に流行ったこれコウモリかなと、
やば、めっちゃ回転早い。ここはバルキリーとメガゴで、いやウッドでいいかな。トルネード使いたくないっす。 JPP コカツってやつですね。相手、はいはいはい。なんでまあこれもこの残り1分延長入る前までにダメージ稼ごうとしても無理なんで、プリンスで守られて、なんで基本的に受けて受けて受けて最後にカウンターだったり待ちで、うわーこれやだな。やばい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 、待って、バルキリーない、バルキリーない、やばいやばい、事故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 、いやー痛いな痛いな痛いですけど、まあ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 、ゴーレムは延長ですね、こっからですね。なんでもう残り400とかは相手が多分5かポイズンか入ってて守れないから、これはもう捨てですね。捨てて、やばい、これダクネが右行く、やだやだ、いやなんでやねん。まあいい、そうしたらもう右攻めるしかないです。はいはいはい、ダクネがもし後ろに行ってくれないかな。やだ、ダクネが、いやこのダクネ処理されるのは結構しんどい、しんどい。さてはさては、こいつ負けたくねと思われる方まだですね。ここは姉妹ゴールで残り20秒一気にいきます。やばい、一気に来られた、こっちも。これは、いやこれは左を落とせるか、さては美味しい。これトルネウッドで耐えて、なんとか耐えて、バレキリバレキリバレキリ、お前ならいける、割り込め割り込め、いやこれはしゃあなし、しゃあなしじゃないな。これはでも勝ちたいな、勝ちたいですけど、プリンスが久しぶりに見た、久しぶりに見た、めっちゃくちゃ久しぶりに見ましたね。ということで、まあ、この JPP はもともと、まあ、言ったらしんどいんですよね、ゴーレム使ってて。なんで、まあ、勝ち方としては、なんだろうな、やっぱあのプリンスがめちゃくちゃ入ったところですね。あそこで、まあ、バルキリーとかなかったんで、手札に。もう、プリンスが来ることを考えて、もうベビドラとかをちゃっちゃ裂いて、手札を回しておくのが良かったかなというところで、まあ、今回は、まあ、とりあえずバルキリーが強いってことで、ゴーレムにもラバにも何にでも合うっていう、はい、ことを伝えたかったというか、まあバルキリーを盾役、防衛役、またゴーレムの防衛にも使えるっていうことで、ね、まあこのデッキですね。はい、すごい強いと思うんで、ぜひ皆さん使ってみてください。もうこれはテンプレです。はい、ということで、今回は以上になります。では、バイバイ。